え、大人ブルー、大人ブルーはなんかコメント欄をこうパーって見た時はなんか人選意外みたいな感じで書いてあって、なんでなのみたいな。大人ブルーのあの本家の MV を見た時に、まあ、ちょっと、まあ、今回の振り付けはまたちょっと違う振り付け、新しく作ってもらったやつなんだけど、本家のイメージのままで行くにはどうしたらいいかなって思った時に、こうある程度こうちょっとエロティック、お下品みたいなのにがっつり付き合ってくれる人と、まあ、ちょっと恥じらい枠みたいなお恥ずかしめ受けちゃってるなみたいな、でもライブで歌うんだったら振り切ってやるよみたいな、そういう感じのがいいなみたいな、割り切り枠、割り切り枠として、まあ、動きがこうちょっと面白おかしくなった方が楽しいと思うから、ノエル先輩とはちょっと恥じらい枠のつもりでカンタ呼んだんだけど、めちゃくちゃノリノリで助かったガニ股ダメかなって思ったんだよね。ねえ、ちょっと僕そういうのちょっとかなって思ったら、いやオッケーみたいなガニ股オッケーみたいな感じで、あ、ガニ股オッケーだったんだ、ふーんみたいな今後の参考にさせていただきますみたいな感じだったわ。カナタにエンちゃんなのはちょっと恥ずかしがって本領が発揮できなかったカナタをなんかこう本領発揮爆発みたいなのをこう後に持ってくることで爆発できるかなって思ったんだけど、どっちもまさかのどっちもあのいい意味で両方振り切ってくれてて最高でした。カナタ先輩にネネが求めてるのは、え、僕そんな、なんかちょっと、え、無理だよみたいな、あ、なんか恥ずかしいのはちょっとみたいな、なんか照れ照れみたいな感じからの、かっこいい僕も見てバーンみたいな感じだったんだけど、セクシーな僕も見てバーンだったよね。そういうイメージ、いや、なんか話せば乗ってくれるんだけど、なんかねえの中の偏見というか理想郷というか、ねえの中のこうかなたんに求めてるスキルねえの中のかなたんに求めてるスキルは、お尻ガニ股？そんなの僕恥ずかしいよみたいな、そういうね、なんかなんだろうな、ちょっとエッチな漫画とかにも出てくる、なんか何も知らなくてほっぺかみたいな、テレテレみたいな、でも恐る恐るみたいな、なんかそういう感じの、あ、そう、ムチシチュー希望ヌだったんだけど、終わった後もなんかカンタンから連絡来てたから、みんながね、ホロのスイカ、おっぱい選抜なんじゃないかみたいなのコメント欄に書いてる人もいて、ほんとおっぱい揺らせてあげられなくて申し訳なかったってね、送ったの。そしたら、あ？って返ってきてて僕の想像してるカナタンとちょっとあれおかしいなって、姉ちゃんもう何言ってんのっていうのをね、ご所望してるのに、あ？って言ってくれるからね、ほんと面白い。かしわけもねねがしてたんだけど、大人ブルーはなんかちょっとエッチっぽい雰囲気の言葉もいっぱいなんか出てくるじゃん、ニュアンス、エロティックな感じ、そこは恥じらってほしくてカナタンにわざと振り当ててたつもりだったんだけど、マスカも歌い上げてくれたからまあはっきり発音してるカナタンもいいなみたいな。え、でも多分カナタン本人はマスカそういう意図を持ってねえにあのわざとこうセクハラチックな貸し分けを与えられてるとは多分気づいてないから、これは秘密にしといてください。秘密ねちょっとマジ秘密だから。制服もね、簡単にはなんかあの一番なんかやっぱ清掃っぽいイメージのこう長袖のセーラーを着て欲しかったんだよね。ノエル先輩には半袖を着て欲しかったの。なんでかっていうと、あのね、あのノエル先輩のあの足の靴下の加減がめっちゃ好きで、かっこいいからみんなもなんかあの絶妙な長さのあの靴下をエッチな足が包み込んでる、あの太ももからの足首にかけてのなんかあのすぼまってく感じ、その竹どうやってそこにくっついてんのみたいな、その竹の靴下を履きこなしてる感じね、あれを見せたかった。だから全員セーラーで揃えようかなって思ったんだけど、
靴下の良さ出ないんだよなみたいな。じゃあ一人ずつ全部買えるかってなって、まあじゃあねねは一家スパッツ見えちゃうけどいっかみたいな、カーディガンでいっかみたいな。いや見てほしい、あの靴下見てなかった人はあのナエル先輩のあの靴下を見てほしい。マツイ先輩とチューする、いやなんかもうずっとなんかなんちなんちんチューしようとか言ってくるから、もうどうしようかなってもうだね、自分からってやったらなんかその後パッてマツイ先輩のこと見たら、なんかマツリちゃんがアキ先輩とってやってて、え待ってそれアキ先輩ねんと関節キスだけど大丈夫ってって言ってたそれでいいっていう、嫌だって意味って どっちなのって声ちゃんも言ってたって。うわもしかして声もねねちにキスされたかったかな、声ちゃんが嫉妬してたらどうしよう、みんなねねちがまつりちゃんとチューしてる、なんで声にはしてくれないんだろう、もやもやってしてたらどうしよう、まずいなこれ、今度声に会ったらちょっとごめんってねねったら声の気持ちを考えずにもうツイちゃんとアキちゃんと関節キスしてほんとごめんって、どうしよう今も嫉妬に狂って、なんか手帳とかにネイチ許さないネイチ許さないネイチ許さないとか書いてたらどうしよう、気まずいなこれ、一刻を争うな、可愛い女を嫉妬させてしまったかもしれないねね、罪な女ねねったら、女子くんごめんねねのせいで声が病んでるみたいになっちゃったらごめんね、それねねにめっちゃ魅力があるってことだからよろしく、ラミーとチッスしないの、いやなんか最近はないけどいつしかの時ラミーとチッス一回したことある気がするねね、なんかそう考えると待ってねえの唇めっちゃあれじゃない、なんかねえの唇にホロメン住めるじゃん、なんかねえもしかしたらあれなのでは、ホロライブのスパダリになっちゃう、このままだとホロライブというラノベの主人公だったのかもしれないねねは、とりあえずあれだな、声が嫉妬で狂うといけないからね X につぶやいとくわ、ちょタイムラインに怪文書出てきた、やめて、もしかしたらそれねえのねえのタイムラインにも怪文書出てくるかもしれないじゃん、ねえのツイッター汚い汚くなっちゃったらどうしよう、声ちゃん困惑してる、声はねえとキスしたいかもしれない可能性があるかもしれないという話になったから、嫉妬しないように伝えてあげないとなって思った、ハートただの妄想でしかないよねこれ、かもしれない運転が一人でカーレースして始まっちゃってるもん、これこの文章だけ見たらものすごい、もうねえすごい上機嫌じゃん今ホラーだってひどいなぁ、なんてこった